ジャイロバーストシステム。回転と反発を同時に向上させる新システム。楕円形状のグロメットを採用。グロメット自身を動かすことでストリング可動域を向上させる。縦ストリングはボールの回転力を上げるためにドライブ方向のみに稼働。一方横ストリングはたわみ方向のみに稼働し、ボールに反発力を与える。回転と反発が向上することでかつてない威力を生み出す。リアクトレジン。高強度高靭性を兼ね備えた新樹脂リアクトレジンを複合したカーボンをラケット全体に搭載することで、柔らかさを保ったまま軽量化を実現した。ジオブレイクシリーズではリアクトレジンの搭載によって全てのサイズ重量を 3g 軽量化。高速スイングを可能にし、近年のスピードラリーに対応。 VDM。グリップ部に特殊なメッシュ状の振動吸収素材を内蔵。従来よりも広範囲に使用することで、より振動を吸収しやすくし、快適な打球感を実現する。 N アムド。高速変形時でも柔軟性を発揮する新次元カーボン N アムドをフレーム上部外側へ搭載し、強打時のたわみと反発力を向上。新テクノロジーの搭載により従来品と比べボールスピードは 7.2% アップ、また回転数も 8.3% アップを実現。高い軌道のショットで飛距離が向上し、ドライブ回転によるバウンド後の強烈な伸びを実現した。ストリング可動域が増すことでボールとの接触時間が 3.6% アップ、打球衝撃は 6.4% 軽減した。うなりを上げる破壊力、ジオブレイク誕生。